公営テクモホールディングス公営テクモゲームスガストガストは公営テクモゲームスのゲームソフトブランドであり同社エンタテインメント事業部に属する5つのブランド別組織の一つ神奈川県横浜市に事業所を置く代表作にロールプレイングゲームアトリエシリーズがある1993年10月1日長野県でソフトウェア開発を行う 経験システムのアミューズメントソフトウェア開発部門を分社化して株式会社ガストが設立された。当時、長野県発のゲームメーカーとして雑誌に紹介され、同雑誌にて、諸女作である PC-9801 番、アレソーの物語を発表した。当初は、パーソナルコンピュータでのゲームソフト開発からスタート、したが、翌1994年には早くも、 家庭用ゲーム機であるプレイステーションへの参入を発表し、1995年にはプレイステーションでの初女作、カルカタ、アストラン・パードマの紋章を発売。その後は家庭用ゲーム機での開発にシフトしていった。1997年に発売されたマリーのアトリエ、ザールブルグの錬金術師はヒットしてシリーズ化され、解散するまでガストの看板作品となっていた。 2011年7月27日、アトリエシリーズとして、同年6月23日に発売した作品、メルルのアトリエ、アーランドの錬金術師さんにおいて、セロレーティングにおける審査に不適切な箇所があったとして、同作品の一時出荷停止と再審査が実施され、コンピュータエンターテインメントレーティング機構より規定に、基づく懲戒処分を受けた。2011年12月7日に、 公営テクモホールディングスに子会社化されることが発表され12月13日をもって同社の完全子会社となった。公営テクモとしてはガストのゲームソフトウェアの国内流通を子会社である公営テクモネットが取り扱っていたため公営テクモグループとの取引関係は存在していた。またガストとしてもメルルのアトリエでのセロレーティングに関わる問題を機に 開発体制の見直しも兼ねていた。これに伴い、2012年4月以降に発売されたゲームソフトのパッケージには、公営テクモグループのロゴマークを併記している。2014年10月1日付で株式会社、公営テクモゲームスに吸収合併され解散した。組織は、同社のガスト長野開発部となり、ガストブランドも承継された。 2016年4月1日、京都開発部とガスト、長野開発部を統合して、ガストブランドとなる。2020年3月19日をもって、長野での活動を終了。同月23日より、神奈川県横浜市にある、港未来21にある公営テクモゲームスのビルに移転。ありがとうございます。